お疲れちゃんです。ラットです。というわけで、今回もね、クラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はね、このクローンデッキやっていこうかなと思います。で、さらにね、新カードのスケルトンドラゴン入りと言ったところで、まあ、なんか前にもこんな感じのよくあるんですけど、新カード出るたびに、どっかの1枚が新カードになって、このクローンデッキがね、ちょい入るみたいな感じですね。前、マジアチャーだったかな?ホバとか、ベビーとかの時もあったんですけど、まあそんな感じで、今回スケルトンドラゴン、クローンデッキ、チンパンやっていきたいと、思います。マジでちょっと一つすごいことがありまして、なんか前かな、前1週間ぐらい前にバスケの動画を出したんですよ。僕今までクラロワ動画とか、まあクラロワ関係ですね、クラロワに関わってる動画しか出したことなかったんですけど、初めてクラロワとはもう一切ね関係ない、ただただ僕がバスケットボールをするね動画を出したんですよね。ぜひ見てない方はね、見てもらえれば嬉しいんですけど、それがですね、クラロワ動画より再生がすごい多いんですよね。なんか他の動画最近だと結構5万とか6万とかクラロワ再生結構ついてるんですけど、だから10万再生いったんですよね、なんと。やばくないですか?どういうことってなっちゃいますよね、もう僕からしたら。よいしょ。やべえ、これ先にトレンドだったな。そう、というわけで、なんかね、嬉しいですね。正直僕、なんか1万再生ついたらまあいいかなとか、2万いったらやばいなとか思ってたんですけど、クラロワより多いじゃんっていう、まさかのね、ちょっとびっくり事件なんですけど、っていうので、ちょっとね、なんか他の動画もちょっと出したいなっていうのはすごい思いましたね。なんか、そう、なんですけど、まあ何がいいだろうっていうのをちょっとね、皆さんにコメントとかね、していただければいいですね。まあラットが、まあ、なんかしてるのとか、まあ、なんかあるだろうね。例えば。でも、なんか、やっぱ得意なこととかじゃないと、個人的に続かないというか、まあ、なんか、続かせるかわかんないですけど、なんかね、やる気が出ないんで、すごいわがままを言っていく。ちょっとね、クローンデッキなんで、すごい戦い方雑なんですけど、許しても欲しいですね。本当に。クローンデッキだからこそ適当でいいんですよね。なんか、こう、さっきの話、急に離れるんですけど、普通にクローラの話にね、一旦行くんですけど、このクローンデッキの強さっていうのは、こう、いろんなパターンの形で攻めれるっていうところなんですよね。と言いますと、こう、キョスケスケバレでクローン、キョスケダクネでクローン、キョスケムートでクローン、っていうのをこう考えてる時に、ダクネスケバレ、ダクネだけ、スケバレだけ、もうね、パターンがすごいいっぱいあるんですよ、クローンできる。そう、それがね、クローンデッキの強みかなと思うんで、結構ね、こう、まあ、状況というか、なんかね、こう、ユニット4体ないとクローンしたらダメとか、そういうルールも別にないので、なんかね、逆に相手がトルネとか持ってたら、トルネ使うまでこっちがクローン打たないだとか、まあなんかそんな感じでね、結構適当がやっぱいいんですよね。なんか考えすぎると勝てないですね。本当に。こんな感じ、なんかスケバレムートだけとか、ね。こんなんで落ちるんですよ。そういうもんなんですよね。このクローンデッキって。というわけで、さっきのね、話に戻ろうかなと思うんですけど、何しようかな?なんかあげたいですね。でも、ちょっと面白いのがいいですよね。面白いのって言ったらまたむずいですけど、なんか料理だと、なんか、って感じですよね。どうだろうね。なんか、何がいいんだろうね。僕の特技というか、まあできることが、言ったらバスケしかないので、クラロワと、バスケも、見てくれた人はわかるかもしれないんですけど、全然入ってないんですよね、シュートが。そう、めちゃくちゃ久しぶりで、けど、なんか、後半ね、動画を最後まで見てくれた人なら多分わかると思うんですけど、もう後半はもうね、バチクスシュート入ってましたんでね。それだけはね、ちょっとまだね、最初しか見てないって方はね、最後の方も見ていただけると非常にね、嬉しいございやすと言ったところで、相手は、出た、遅延テスラクロス。さあ、これは嫌ですね、このデッキ。あ、でも、これ取れ、スケドラつけて、スケドラつけて、あー、ムート残れ、ムート残れ、あ、来た!しかもトルネ使ったので、これタギが変わらないんですよ。しかも、アイスイズだけ。オッケー、トルネでかけれない。板は折った。折りましたね。クロスに対して、一本折っちゃえば結構有利だと思いますね。まあ、こっから逆サイ折られてからの、防衛しっかりされて、ロケット削りとかされるとはまたわかんないですけど、相手もロケット使わないといけないんでね、防衛に。さあ、ここはトルネで剥がすとかかな。トルネで剥がすか。さあ、キョスケが殴る。いや、でかいですね。オッケー、ここは一旦耐える。ここ耐えれば耐えたかな。他の
あれっすね、考えた方がよかったな。他の動画なんかあげるの全然思いつかなかったな。てか考えてなかったですね。バスケただしただけなんですけどね、今回本当に。シュート打ってっていうのを動画上げたんで、まだ見てない方はね、ぜひ見てくださいと。ったわけで、なんかできそうなね、簡単にできそうなって言ったらあれですけど、良さげな案をコメントしていただけると嬉しく思います。さあ黒のが強いです。これはさすがに勝ったでしょ、さすがに勝ったでしょ。なんか最近というか、このクロスかもうすごいなんか流行ってるんですけど、てかまあ枯渇とかも結構こうね安定しているじゃないですか。てかロケットがやっぱね、なんだかんだ安定しているんですけど、こうロケットのメタカードがね、ここ最近よく出てる気がしますね。なんかマジアチャとかこうね、なんかもうファイボには鬼弱いですけど、ロケットにはめちゃくちゃ強いし、で逆にロケットにめちゃくちゃ強いのがもうマジアチャぐらいしかなかったんですよね、マスケとマジアチャ。そうなんですけど、この新カードもね、ロケットに対して鬼強いですね。なんかの大型、まあ縦の後ろにいるとこう処理しないといけないんですけどね、ロケットだとアド取られるので処理ね、なかなかできないっていうので、ああいうクロス最近すごい暴れてましたけど、このスケドラによってね、ちょっとまた環境がちょっと変わりそうですね。てかまあもちろん変わってはいるんですけど、さあ小物ですね、相手は。さあ小物はもうスケドラでボコボコにしていきたいですね。ああめっちゃいい位置だな。今キングギドしたかったんですよ、ディガー裏に飛んでくると思ったんですけど、定位置でしたね。ふうしさ、ナイトやりごぶ、ナイトやりごぶ、なんだやべ、トルネがねえっすね。トルネでキングギドを最初すればよかったのに、なんかとっさにごぼうり置いちゃいましたね。さあでスケバレだけなんですね、これ。この攻めだけでもいいんですよね。さあまあボムター使う、ディガポイとかっすかね。なんかディガポイ臭がやばいっすよね。で、うん、ディガポイ、やりこぶコウモリ、スケバレ、ボムタワー、ディガポイですね。前かな、ちょっとなんか流行りましたよね。なので環境前のデッキを相手は触っているといったところで、このボコしたいですね、この最新スケドラでね。やべ、ちょっと遅い、あはー待って、やべ本当にごめんなさい、遅いだけですね僕が今ので。これスケドラ出すと多分ボーボイだと思うんですけどね、100% ぐらいでボーポイだと思うんですけど、あーボーポイですね。で、ここにポイズン使わせられると、今度ね、僕のダクネとかね、ムートが生きていくよと、めった感じで、さっきのトレーナーで筋肉度できてるの、お肉吸いたいですね、これ。さあ、ダクネからの、まあ、ムート、多分こっちにディガープラスかディガーが飛んでくるので、そうですね、一回でスケバレでコウモリを釣りつつ、気持ちダメージ抑えて、で、ボムタワーですね、問題。このボムタワーがね、突破したいですね。HP 落ちたっすからね、ボムタワーは。で、これにコウモリ来る。コウモリないと。いや、めっちゃいい声だな。だこれ突破できるんでしょうかね、僕は。僕は突破できるのでしょうかって感じですけど、突破しますね。まあ、こっからですね、本当に。さあ、で、これをごぼうりで壊して、ボムが厄介。うん、オッケー。いや、これは美味しいぞ。あ、待って、俺のムートが。いや、あるぞ。あ、でもこれで、スケドラ出さなくてよかったんだな。え、でもいいな。うん、あるんじゃね、ポイズン間に合うか、ポイズン打つが暴れろ。あるぞ。スケドラ。もう一回、もう一吹き。いや、いいよ。一吹きした。大体ディガー割いたので、今後ごぼうりだけで抑えて、でも僕は削れないんですよね。相手の、マジであれを削れないのが非常に嫌だ。で、ディガーだけなら無視して、もう行きます。ここ無視ですね。ここ無視して、多分、ボムタワーか、お?さあ、無視して、スケバレ落下かける2。かける2!来た!グッドゲームですね、これは。正直。いつものね、無理なんじゃないかなっていうのがよぎりましたが、勝てましたね。ダクネとスケドラ、ムート、これ、ポイズンとかハヤボとか打ちたいのが3枚あるんで、どっかが生きてくるのと、
まあ、なんかね、相手がやっぱ攻め、なんか残っていくんですね、ユニットが。そう。どっかに使っても、どっかがユニット残るので、そんな感じでね、最後相手がきつくなっていましたね。というわけで、参戦したっすかね。多分参戦したっすね。というわけで、このクロンデッキ結構強いですね。結構強い。なので、ぜひ使ってみてください。スケドラー。強いらしいですね。前の動画でも言ったんですけど、本当に強いらしいので、どんどん使っていきましょう。じゃあ、あと、登録12万人もうすぐなんでね、まだ登録してない方お願いします。お疲れちゃんでした。バイバイ。